大丈夫か。ああ、お疲れ様でした。大丈夫か。すいません、自分が最後。すまん。助けに入れなくてもいい。自分もやっぱヒートアップの中ではやっぱりペールワンズと対戦させていただく機会が多いのに、やっぱりそれでもなんかその勢いに押されるというか、ペールワンズの怖さを身をもって知りました。高井さんの方が、いえ、いや、すみません、ペールワンはコラカ、ペールワンの方は何度もやってて大丈夫だけど、はい、なんかまあ容姿はいでたちは同じような感じやけど、さくらペールワンが怖すぎる。思い出したよ。なんか足が、はい、足がおじけづいて、なんか誰やってもなんかこう新種の生物みたいな感じで、本当に非常にはあ考えられる。またでも高井さん今度は帯広がやれとおっしゃったんですけども、高井さんまた、もう万が一ですね、さくらペールワンが現れた時にはまた一緒に組ませていただいてもよろしいでしょうか。